その75年続けてこれたっていうことも含めて、オンリーワンチャンネル。はい、ということでオンリーワンチャンネル、本日も始まりました。今日もですね、前回に引き続きまして ABC フードボックスの久保田さんに、ね、お話を伺いたいかと思います。よろしくお願いします。どうぞよろしくお願いします。ちなみに、はい、ABC フードボックスって、はい、これ ABC マートのなんかパクリかなんかですか？ではなくて、はい、私 の祖父祖母がやってて、その後に私の父母がやって、はいはい、で一回会社を解散した後に今の会社を自分で立ち上げたんですけど、はい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 、その時にまたアルファベットだと最初の ABC の方にまた0から1から始めるっていう意味も込めて、ABC って箱の食べ物の箱の中にっていう意味も込めて0から始めるっていうようなイメージでこの名前を つけました。それは3代続いてるから3つ続けてるんですか？そういう意味合いがあるってことだって、ってことはなかったですね。なるほどね、はい、あ、今美味しいとこ取られたって感じ。そんな感じですなるほど、はい、まあ、じゃあ今度ぜひ自分 の紹介するときにはそれをちょっと言っていただければ、はい、パクらせてもらいます。ちょっとね、ブランディングさせていただきたいまあまあまあ、それはそれはいいとしてなんですけど、はいはい、オンリーワンチャンネル。これね、僕聞きたいなっていつも思ってる質問があるんですけど、はいはい、洋食屋さんですよね、はい、で、メインメニューは何ですか？はい、メインメニューはハンバーグ、うん、スパゲティ、ハンバーグ、スパゲティ、まあ、オムライス、オムライス、ピザとか、はい、そうですね、王道なやつですね、はいはい、ご自分が日常食べるもので一番好きなものは何ですか？お寿司だって。出た、ほらこれはね、よくある話なんですよ実はお寿司、この前お寿司屋さんちょっとお話伺った時に、はい、何が一番好きですかって聞いたらば、何て言ったと思います？ステーキとかですか？まさしくその通り。なんでなんでしょうね、これ私すごい気になってるんですよ、いつも。あ、普段、はい、食べてるから違うものに行きたいんですか？いつもハンバーグとかそれを食べてるわけではないですけど、はいはいはい、肉か魚かさ、僕魚が好きですね。そうなんだ、はいはい、で、はい、あと蕎麦が好きですね。蕎麦が好き、はい、なんでなんだろうって聞かれたこと僕もよくありますけど、はいはいはい、オンリーワンチャンネル。いや、これね、すごい面白いなって実は今思ってて、はい、じゃあもうちょっと違う質問していいですか？はい、そのご自分 の, そのまあこう長年ね、こうずっと継がれてる味ってあるじゃないですか、はい、でその味は変えてない方ですか、それとも変えてきてる方ですか？大幅ではないですけど、ちょっとずつ変えてってこれがいいんじゃないかっていうふうに変えてきたものはあります。なるほど、はい、それは、具体的にメニューで何とかってあるんですか？まあ、ハンバーグもそうですし、うん、はいはいはい、あとモツの煮込みとかも、うんうん、はい、なるほど、最初の頃と比べるとこう何回かこう変えたりもしてます。なるほど、それは、まあ、そのさっき言った伝統がある、まあ、お店なので、はい、変えてほしくないっていうもともとトップの考え方なのか、はい、そこら辺はどうなんでしょうか？変えないでやるっていう選択肢も素晴らしいとは思うんですけど、うん、ちょっとずつその変えていくというか、そのマイナーチェンジをしていくことによって、うん、はい、今の人だとかその食べたことない人にこうトライしてもらったときにこうスッと入っていけるようなものっていうのが、うんうん、いいのかなと思ったりもしてます。なるほど、その変えたいと思うタイム、変えたっていうか、まあ、変えなきゃっていうのかな、はい、まあ、それか自分では変えようかなって思うタイミングって、はい、どういう時なんですか？結構気まぐれだったりします。うん、こう試食とか、はい、こう食べた時に、うん、こうした方がいいんじゃないかなとか、うん、やっぱこれに変えた方がいいんじゃないかなとかっていう、うん、定期的に思うってことではないですけど。なるほど、はい、なるほど、その気まぐれでいいんですけど、はい、どっかにサインがあるはずなんですよね。その変えてみようみたいな、はい、それって降ってくる感じですか？そうですね、うん、何か決めてやるわけではないので、うん、あ、そういえばこうかなとか、うん、思った時にどうかなっていう話をして。なるほど、オンリーワンチャンネル。私の知り合いの方で、まあ、その洋食屋さんやっぱやられてて、はい、まあ、要はもちろん食事は全部食べ終わっていただくんですけど、はい、ソースまでなくなる時となくならない時で変えたいって思うんですって。あ、そうなんですね、はい、あ、っていうそういうなんか経験値って何かあったりしますか？
お客様でこう、あ、そのまさにそうおっしゃった、うん、パンまで、パンつけてまでっていうのもある時とない時とあったりして、うん、あれ、何かありましたって聞いたりはするんですけど、うん、それも積み重なってるのかもわかんないですね、うん、その、うん、自分がまたその後で食べた時に、うん、そのじゃあまたちょっと一歩引いて見てみようかっていうのは、そのタイミングはもしかしたらあるのかもわかんないですね。なるほどね、はい、オンリーワンチャンネル。あともう一つ二つ実はすみません、ね、はい、質問攻めで申し訳ないですけど、大丈夫です。お客様によって味のカスタマイズってされてます？お客様によって味のカスタマイズはしてないですね。もしも、はい、しようと思う、まあ、しようと思ったらば、はい、されます？あ、お客様の要望があったらとか。そういうことですね。あ、はいはい、ちょっと味濃いめにしてくれとか、はい、薄めにしてくれとか、はいはい、あ、それはやりますとか、やってますというか、はい、今でもやってらっしゃる。そうですね。でそれがそのお客様が、はい、来られたなと思ったらば、はい、自動的にやってます？自動的にあのこれでいいですねって一応念を押してというか、はいはいはい、あのもしかしたらその時の気分かなだとかってあったりするじゃないですか。うん、なのでそれはあの聞くようにはしてます。なるほど、ね。まあ、例えば氷を入れないでっていうのでもね、熱かったら氷やっぱ欲しいかもしれないし、例えばですから、はい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 、なので、うん、あ、どうしましょう氷、まあ、例えば氷の話で言ったら、うんうんうん、氷抜いときましょうかとか、うん、氷ちょっと多めに入れときましょうかっていうのはあったりします。じゃあこれを付随して、はい、これこのターンの最後の質問しますけど、はいはい、久保田さんにとってのファン作りって何ですか？ファン作りは会話でこう張り込んでこうやっていきたいというか、うん、つなげていけたらなと思ってるので、うんうん、実際にそのお名前と顔が一致する方って、はい、どのくらいいらっしゃいます？そんなにはいないと思うんですけど、うん、物覚えがそんなに良い方ではないんですけど、でも顔は覚えるようには、あと名前はこう聞けなかったり、うん、聞かなかったりってあったりするので、なるべく顔は覚えたいなとには思ってるので、うん、はい、あ、ってことは、まあ、キッチンで対面でこう顔は見れるっていう、まあ、状況なわけなんですよね。あ、サービスの時も。そうです、そうです、はい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 、まあ、その時はでもお客様と会話が、まあ、なるべくならもう一言二言でもレジのお釣り渡す時だけでも、うん、こう何かしらこうコンタクト取れたらなっていうには思ってます。まあ、もちろん取りたくない人はもちろんいるでしょうし、はい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 、自分の中で、あ、この人そういうなんか、なんて言うんでしょう、あの、あまり接したくないオーラというか、こっちが感じるというか、うん、そうかどうか分からないですけど、うん、かなった時はあのもちろんしない方がいいかなと思ってです、それはもうやらないですけど、うん、でもそれはお客様にとってベストなチョイスをしているってことじゃないのかなと思って。そうですね、はい、素晴らしい。オンリーワンチャンネルパワーソングをぜひまたちょっと教えていただきたいと思うんですけど、はいはい、ブラックアイドピースの I got the feeling っていう曲ですね。それを選んだちょい、あのセレクトポイント、これはもう何でしょうね、音とテンポが好きだなと思ったのと、うん、もう今日はいい日になる、いい日になるんだよ、うん、もうしそういうふうにやってこうよっていうのは歌詞だと思うので、うん、あのいいかなと思って、うん、元気が出るかなと思ってその曲を選びました。はい、ありがとうございます。はい、オンリーワンチャンネル、あの実はですね、まあ、前回のはね、あの時も話も伺って、あの曲をこう教えてくださいってやっぱ言った時に、はい、私すごく感じたのが、はい、あ、インスピレーションなんだなっていうのが実は直感であるんですね、はい、久保田さん自身、はい、そこでご自分の中でお気づきになられてるかなっていうところがあるんですけど、どうですか？いや、全く気づいてないですね。なんかね、こういろいろ、まあ、今お話も全てやっぱこう、まあ、総称していくに、はい、こう考えてる時はあんまりね、いい話が出てないんですよ。でも直感でこれって思った時のインスピレーション力がめちゃくちゃ強いなって実は思ってて、それがなんかお料理に反映されたら面白いなってちょっと思ったりもしたんですけど、まあ、それはさっきの伝統の味なのか、変えていくこと、カスタマイズすることに対しての自分にそのメンタルブロックがないのであれば、それがもしかしたら久保田食堂の味になるのかなっていうのが私の感覚があったんですけど、そういうふうにまあ言われて、ご自分でどういうふうに感じます？直感的に思った方
か正解というか、その今思っているよりももっと力があるのかなっていうふうに今、うん、人から聞いて初めて分かるというか、うん、自分だってやっぱり分からなかったりするじゃないですか、うん、なのでそういう意見があるんだなっていうふうに思いました。すごく私の中では感じてる部分なんで、これですごい酷な質問していいですか、はい、もしも、はい、その、一番人気商品はハンバーグ、はい、まあ、オムライス、はい、まあ、どっちでもいいんですけど、はい、どっちでいきましょうか。じゃあハンバーグ、ハンバーグ、はい、じゃあハンバーグをもし直感的に今味を変えようと思った時に何します、はい、今のもちろん伝統の味があると思うんですけど、はい、何かを付け加えたいって、はい、あ思っちゃった、はい、例えば思った時に、はい、何で何をします。あ、中身、あ、何でもいい、何でもいいです、ご自分の中で。ソース変えちゃいますかね。まるっきり、まるっきり。何、今何ソースですか、ベースは。何ですかね、ちょっと他にないような、その時期間限定なのか、うん、全くないようなものに、ちょっと今それが何かっていうのはあるんですけど、うん、今こうなんていうのかな、ずっとこうお話ししてきた中で、はい、そのヒントというか、はい、今までのその話の中のものを合わせて、はい、もうすいません今作ってくださいって言ったらば、はい、何ソースにしましょう。考えちゃいけないんですよね。そうです、考えちゃいけないです。インスピレーションなんかもちろんオニオンとガーリックのなんかソースとかですかね。オニオンとガーリック、なぜそれが自分が好きだからっていうのはあると思うんですよ。あ、よかった、その言葉が聞けて、さっき聞きましたけど、はい、洋食屋さんなのに何が好きなんでしたっけ、はい、洋食人、魚が好きです。ですよね、はい、その発想良くないですか。あ、はい、こう一つ、まあ、もちろんお客様のためにお客様が好きな味を出すっていうのも一つ の、はい、その伝統を継承する、はい、まあ、大事なファクターだと思うんですけど、はい、でも期間限定だったらば、はい、ご自分が好きな味を出したらば皆さんどういうふうに思うでしょうね。あ、まあ、僕これ好きなんでちょっとやってみましたって言って、まあ、反応を見てみたいですね、うんうんうん、今までやったことは、今までやったことは他のメニューではあったりしますけども、ハンバーグではちょっとやったことなかったですね。なぜハンバーグやったことないんですか。なんでだろう、それすらも考えたことないんですそれはなんか守ろうとしてるんでしょうかね。ああ、もしかしたらそれがなんかブロックを張っちゃってたのかもわかんないですね。で、今この話をしました、はい、で、実際に、はい、僕がちょっと半ば強引的にそんな話をしました、はい、どうします。ちょっとやってみて面白いかなと思いました。それこそ期間限定でもいいですし、うん、おすすめのメニューなのかわかんないですけど、うん、そこでモニターを取りましょう、はい、皆さんに何て言われたいですか。そのメニューを出しました、はい、もう例えば常連さんがいらっしゃるじゃないですか、はい、でもうその方々にちょっとこれ、はい、新しい試みで作ってみたんだけど、はい、ちょっと食べてみてくださいっていうふうに言った時に、はいはいはい、その方々の顔とどんな言葉を想像されますか、はいはい、定番でやってみちゃってもいいんじゃないとか、まあ今だったら持ち帰りでこれなんか操作でないですかとか言われたら嬉しいのもあるし、まあ、やっぱ好きなもの、好きなものでお客様も喜んでくれたらそれ耳になるかなと思いますね、それは。はい。オンリーワンチャンネル。じゃあすいません、本当に最後の最後の酷な質問なんですけど、はい、全然違う角度から入りますけどね。はい、折り紙と、はい、まあ、要はその紙をいじるっていうその、はい、久保田少年の頃と、はい、今の料理をやってる久保田青年、はい、どっちが好きですか。それすごい質問ですね。両方好きですね。じゃあ両方好きなならば両方好きな理由を。両方好きな理由は全く何も考えてなくて折り紙持ってたりだとか外で遊んでた時は、まあ、好き勝手なことやってたから好きなんですかね、うん、少年はね。少年は今は今は、まあ、昔に戻ってもしょうがないっていう気持ちがあるからっていう意味だと思うんですけど、うん、自分の中で今思っとんですけど、うんうん、なんか戻りたいというよりは何かまたこう
やっていきたいっていう気持ちが強いかったりもするので、うん、そのどっちですか、いや僕は両方ですっていうふうに今答えてます。なるほど、はい、そのやっていきたいっていうその気持ちを、はい、背中を後押ししてくれてる原体験って何ですか、はい、いい時ばっかりじゃないと思うんですよね、はい、お仕事をしてて、はい、なんだけど、はい、よしやったるぜみたいな、はい、また美味しいもの出したいっていうふうに思ってる大元の原体験って何だろうなって思います、はい、喜んでもらうとかやっぱり、うん、ワクワクとか、うん、楽しいなと思える時だと思いますね、うん、どんなことがあったからおこれやれるかもって思いました。喜んでもらってお客様に喜んでいただいて、それでそのそこからの反応というか、また来てもらあの来ていただいた時にいやこれこれこうでまたこういう形で来たんだよっていうのが分かった時ですよね。自信というそんなすごいものではないんですけど、あなんかいやあ間違いじゃなかったんだみたいな感じですかね。うん、オンリーワンチャンネル。じゃあそれをベースにして、はい、久保田さんにとってのオンリーワンは何でしょう。私は私にしかないものなので、他の人が取って代われないので、まあ、その75年続けてこれたっていうことも含めて、私が何かをそのお客様にさせていただくっていうことなんですかね。うん、ありがとうございます、はい、私がそのお客様に一人一人にさせてもらえるものがオンリーワンだっていうイメージでいいですか。はい、なるほど、ありがとうございます、はい、それをずっと続けてきたんですね。そうですね、先代から続けてきて、はい、っていうのを背中を見てきたからそこに今向かってきて、はい、で今は自分が継がれてるってことです、ね、そうですね。なるほど、はい、じゃあそれを今後どうしていきましょうか。今後もそのスタンスは変えずにというか、まあ、地域の人たちのお客様に対してお見せさせていただけたらなというふうに思います、はい、オンリーワンチャンネル。ぜひですね、まあ、これも飲食店なんでね、はい、まあ、本当に、まあ、いろんなまあ、ケースもあるかと思いますけど、はい、私これ一つ、はい、まあ、ご提案って言い方はちょっとあれですけど、はい、お伝えしたいなというふうに思ってるところがあるんですけど、はい、お客様が、はい、ご入店されるじゃないですか、はい、その時に、はい、なんて言ってます。こんにちはかこんばんはかまず最初に言ってます。こんにちはかこんばんは、はい、なるほど。いらっしゃいませとは言わないんですか。あ、いらっしゃいませも言いますけど、うん、一番最初に何言いますかって時にその昼の挨拶なのか夜の挨拶なのか、うん、っていうのを先に言ってるわけです、はいはい、そこに一つ付け加えてほしいなって思うんですけど、はい、その この地元っていうか目指してるからこその言葉を言うお店みたいな、はい、っていうのはちょっとキャッチコピーとしていかがかなと私は思ってるんですけど、はい、それ何だと思います。オーストラリアで、はい、ホストファミリーの人たちに何を言われたらばホッとしましたか。結構気張ってるはずなんですよね、普通に外国にいると、はい、でもホストファミリーのところに戻るとなんか多分ホッと一安心するはずなんですけど、お帰りなさい。それをもし、はい、常々言う、はい、お店が久保田食堂だったらいかがですか。ああ、それはすごいですね。ありがとうございます。いやいやいや、でも多分そういうお店なんじゃないかなって私思うんですよね。なぜならば久保田さんの人柄がそこだから。あ、私はちょっとそんな風に感じました。ありがとうございます。よかった、本人の口から出てきた言葉で。いやいやいや、オンリーワンチャンネル。まあまあ、ということでですね、はい、まあ、オンリーワンチャンネル、はい、ね、たくさんの方々に本当見ていただきたいですし、はい、そして、久保田さんの、ね、お店にももちろん行っていただきたいなという思いもやっぱりありますのでね、このチャンネルまた、ね、どんどん続けていきたいなというふうに思ってます、はい、まあ、情報とかそういったものも含めまして、載せておきますし、ぜひね、久保田食堂に行って実際にそのお食事をされた感想みたいなものもね、コメント欄とかに入れていただければ、そのまま久保田さんの方にお届けいたしますので、はい、まあ、そんなやり取りもできたらいいかなというふうにも思っておりますので、はい、はい、まあ、ということで、ちょっと いろいろ意地悪して、すいません。いえ、とんでもないです。最後の最後に聞いていいですか、はい、私ね、大人様ランチって大好きなんですよ。はい、お子様ランチ、はい、大人様ランチ、はい。もしも私の、はい、好みに合ったもので、はい、
ご自身が作っていただける4種類のもしものがあったならば何を作ってくれますか。あ、お殿様ランチ。お殿様ランチ。お殿様ランチ、オムライスと、あとは オムライスと唐揚げと、あと何がいいですかね。何か聞きますかね。あの、何かどんなものがいいですかとかっていう好み聞いちゃうかもですね。好み聞く。はい。じゃあ私一品入れます。はい。じゃああともう一品。なんかミニデザートか何か入れます、ね。なるほど。はい。なんだハンバーグは出てこないのか。ってことはハンバーグはナンバーワンじゃないんだな。あ、ミニハンバーグあるのでミニハンバーグのせさせてもらいます。わかりました、はい、まあそんなことで最後の最後まで失礼いたしました。いいすいません。まあということで、今日は ABC フードボックスの、久保田さん、久保田食堂の久保田さんにお話を伺いました、はい、どうもありがとうございました。どうも。いやでもお寿司ってでもそれは面白いですね、うん、僕も聞いたことあったのでそれ来ると終わらなかったです。